ミスファイアリングシステムとはターボチャージャーによる下級エンジンにおいてアクセルをフ時後に発生するターボラグを解消するシステムであるスロットルをオフした時にエンジンを故意に失火状態にすることからこの名称で呼ばれているターボチャージャーはエンジンから排出される排気のエネルギーにより排気タービンを回転させタービンと接続されているコンプレッサーを駆動することで 空気をエンジンへ圧送する。そのため、減速のためにアクセルペダルを戻すと排気エネルギーが減少し、タービン回転数が徐々に下がる。同時に、スロットルバルブより上流の空気も行き場をなくすため、逆流してコンプレッサーの回転が妨げられる。その後再加速のためにアクセルペダルを踏み込んだ際、タービン回転数が再び上昇し、 コンプレッサーが機能するまで支援時間が生じ、この間は十分な下級が行えず、期待した機関出力を得られない。その対策として、タービン直前の液ーストマニホールド内で未燃焼ガスを燃焼させ、排気ガスのエネルギー不足を補いタービン回転の低下を防ぐ。具体的な例として、アクセルオフ時に1気筒分の点火時期を上視点後まで遅角して排気時に点火し、 続く気筒は点火カットして、混合技をエキゾーストマニホールド内で燃焼させる。なお、ターボチャージャーの容量が大きい場合には、エキゾーストマニホールドに二次空気を積極的に導入し、効果を高める場合がある。システム作動時には、太鼓を叩いたような、ポンポン、ポコポコという音がするが、制御が不十分でエキゾーストマニホールド内で、 燃焼しきらずにアフターファイヤーを起こしている場合には、爆発音のような、バンバン、パ,パパパパという音が発生する。主に以下のモータースポーツ車両へ用いられる。他の自動車装置と同様に、自動車メーカー間では、同装置の故障は統一されていない。スバルがミスファイアリングシステム、トヨタがアンチラグシステム、ALS、フレッシュエアシステムと呼ぶこともあった。 三菱では二次エア供給システムと各社によって呼び方に違いがある。英語圏ではトヨタと同じアンチ、ラグシステムと呼ぶことが多い。世界ラリー選手権で使用されていたグループ A 車両の技術規則ではベース車両に純正装着されていないシステムの使用が禁止されていたため行動走行が可能な市販車の中にも稀に装着例がある。 ランエボ3を除き市販状態では作動しないように、エキュで制御されている。ありがとうございます。